こんばんは。明日の天気をお伝えします。まず今日いただいたリポートです。こちら秋田県より雪の報告です。積雪40センチとのことです。雪が続いていますね。この後もお気をつけください。また群馬県からはラーメンのリポートが届きました。関東では晴れたところも多くなりましたが、気温の方が低く寒い体感続きましたね。ラーメンが食べたくなる、そんな一日となったようです。それでは明日はどうなのか、アイコンで確認していきましょう。明日も今季最強クラスの寒気の影響で、日本海側ほど雪が降る空です。特に北日本のエリア、そして北陸エリアですね、雪が強まったり吹くといった恐れもあります。北陸エリアでは短時間に、強く降るといった恐れもありますのでご注意ください。また西日本のエリアでも山陰の方では雪が降ったり止んだりしそうです。一方で太平洋側の方では日差しが届くところも多いのですが、今日と同様気温の方も上がらず寒い体感となりそうですね。寒さ対策しっかり行いましょう。そして最後に沖縄ですが、沖縄雲が広がり雨が降りやすい空になりそうですね。傘を持って出かけましょう。以上、明日の天気をお伝えしました。それでは今日も一日お疲れ様でした。